はい、どうもすなみです。今回の動画ではマレーシア旅行に持っていくべき必需品についてご紹介したいと思います。最近私の周りで今度マレーシア旅行行こうと思うんですよねって方が結構多くて、なのでマレーシア旅行をさらに快適に、そしてさらに楽しく過ごしてもらうために持っていくべき必需品についてご紹介していきたいと思います。ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。まず一つ目の持ち物はバッグなんですけども、バッグはこんな感じでチャック付き、そしてショルダーチェーン付きのバッグを選ぶようにしてください。というのもマレーシアは東南アジアの中では治安がいい国と言われていますが、ただ日本と比べるとスリや窃盗のリスクがかなり高いです。なのでパスポートや財布をちゃんと守れるような形のバッグを選ぶようにしてください。で、よくマレーシア人の視聴者さんから言われるんですけども、バッグの持ち方についてですね、バッグの持ち方は例えばこっち側が道路だとしたらこっち側にバッグを持つようにしてください。というのもマレーシアではバイクに乗った人がバッグをピャって盗むことが多いそうなんですね。なのでバッグはなるべく道路側に向けないようにしてください。せっかくの楽しい旅行中にバッグとか財布とか盗まれたら本当に悲しいので、なのでちゃんと貴重品を守れるバッグを選んでください。続いてはこちら、現金ですね。マレーシアではキャッシュレス化がかなり進んでいるので、ほとんどのお店でクレジットカードや QR 決済で支払いすることが可能です。ただ現地の屋台だとか、あと電車の切符を買うときは現金にしか対応していないことが多いです。なので少しだけマレーシアリンギットに換金する必要があります。例えば2泊3日ぐらいの滞在であれば、こちら100リンギ3000円ぐらい換金しておけば大丈夫だと思います。マレーシアでは大きなショッピングモールに行けば基本的に換金所があるので、1000円2000円単位で少しずつ換金するので十分なんじゃないかなと思います。続いてはティッシュペーパーですね。マレーシアではトイレットペーパーが付いていないトイレも多いです。ブッキリンタンとかケールシンシーとかクアラルンプール中心の綺麗なショッピングモールのトイレであれば基本的トイレットペーパーは付いているんですけども、ちょっと郊外の方に行ったり、あと高速道路のトイレを使うとトイレットペーパーがないことの方が多いです。なのでトイレットペーパーは多めに持っていくようにしてください。あとはこちらウェットティッシュですね。私はあんまり気にしないんですけども、マレーシアのレストランでは日本のようにおしぼりが提供されないんですね。なので屋台でお食事するときとかレストランでお食事するときにこういったものを持っていくと便利なんじゃないかなと思います。続いては変換プラグですね。日本のプラグは A 型なんですけども、マレーシアはこんな感じのBF 型なので変換プラグを何個か持っていくようにしてください。続いてはこちらサングラスです。マレーシアでは日中の日差しがかなり強くて、もう目がね開けられないほど日差しがガンガンなので、サングラスがあった方が便利です。日本ではあんまりサングラスをつける習慣がないというか、あんまりサングラスをつけている人がいないので、なんかねサングラスつけていると生きてんなあいつみたいな、なんかそんな印象になるかもしれないんですけども、もうマレーシアではそんなこと言ってられないぐらい日差しが強いので、サングラスを持っていくようにしてください。続いてはこちら日焼け止めですね。先ほどのサングラスの話と同様にマレーシアではかなり日差しが強いので、SPF50 ぐらいあるしっかりめのやつを持っていくといいと思います。続いての持ち物はじゃじゃん、水着です。マレーシアのコンドミニアムやホテルでは日本にないような素晴らしいプールがついています。でね、皆さんにもぜひそれを体験してほしいので、水着は必ず持っていくようにしてください。でプールに入るタイミングなんですけども、朝とか夜になるとちょっと寒いので、日中の暑いタイミングで入るのがベストなんじゃないかなと思います。続いては薬関連ですね。
まずはこちら胃薬を持ってくるようにしてください。マレーシアでは美味しいローカルフードがたくさんあるので、ぜひね皆さんに挑戦してほしいなと思っています。なんですけども、マレーシアの料理は日本の料理に比べるとちょっとね油っこいし、味付けも濃いです。なので慣れていない人にとっては胃もたれしやすいんじゃないかなと思います。私もマレーシアに移住して最初の1週間ぐらいずっと胃もたれしてました。なので日本で普段飲み慣れているような胃薬を何個か持っていくといいんじゃないかなと思います。あとは酔い止めですね。車酔い船酔い対策なんですけども、まずマレーシア着いて空港からケール市内に行くまで車に1時間ほど乗らなきゃいけないんですね。で、年末私の家族がマレーシアに来て、で空港から移動するときにみんな車酔いしてたんですよ。私の家族は日本でそんな車酔いするタイプではないんですけども、マレーシアではね酔っちゃったんですね。おそらくマレーシアの道路は日本の道路に比べてちょっとねガタガタしているので、揺れが激しいのと、あとグラブの運転手さんも結構ねスピードを出しちゃうので、それで酔ったんじゃないかなと思っています。普段日本で車酔いしない方もマレーシアで車酔いする可能性が非常に高いので、酔い止めはなるべく持っていった方がいいんじゃないかなと思います。あとは虫除けスプレーですね。モスキート対策なんですけども、マレーシアの蚊は本当に侮らないでください。本当に皆さんに気をつけてほしいなと思うんですけども、マレーシアではデング熱を発症するリスクがあります。実はこのね動画に映った私のお友達本間くんは、この撮影の後マラッカというマレーシアの有名な観光地に行ったんですけども、そこでデング熱を発症してしまいました。彼はデング熱を発症して3日間ぐらいずっと高熱が出て寝たきりだったんですけども、せっかく旅行来たのに高熱が出て寝たきりなんてめちゃめちゃもったいないじゃないですか。最悪の場合には集中治療室に連れて行かれるぐらいかなりね重症化するリスクもあるので、本当に蚊は侮らないでくださいね。モスキートスプレーはマレーシアのドラッグストアでも販売されていて、こちらはワトソンズで購入したものなんですけども、日本から持ってきてもいいし、マレーシアで購入するのでもいいんじゃないかなと思います。で、一番ベストなのはちょっと暑いんですけども、ずっと長袖長ズボンを履くのが一番いいんじゃないかなと思います。続いての持ち物は生理用品ですね。マレーシアのドラッグストアではユニチャームとか日本製品のナプキンはたくさん販売されています。なので、ナプキンについては最悪現地で調達すればいいし、正直持ってくる必要もないかなと思うんですけども、問題はタンポン、こっちの方ですね。私マレーシアのドラッグストアでタンポンって見たことないんですよね。マレーシアではタンポンかなり入手困難で、これはね日本で買ってきたものです。なので普段タンポン使いますわよっていう方に関しては必ずタンポンを持ってくるようにしてください。あとは海に入る予定があるって方は、生理がかぶった時用にタンポンをいくつか用意しておくと便利なんじゃないかなと思います。続いては衣類に関してなんですけども、まずはこちら羽織物ですね。マレーシアは1年を通して温暖な気候で、日中の温度がだいたい30度超えで、で、夜になると26度ぐらいで、すごくね快適な気候なんですけども、ただ電車の中や建物の中に入るとエアコンが効いててめちゃくちゃ寒いです。寒いのは嫌がらせとかではなくて一種のおもてなしなんですけども、すごく寒いです。中には屋外と屋内の寒暖差が激しすぎて体調を崩す方もいらっしゃるので、こういった羽織物を用意しておくといいんじゃないかなと思います。続いてはこちら歩きやすい靴です。旅行中は気分を高めるためにおしゃれをしたい、お気に入りの靴を履きたいと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、マレーシアでは足場があまり良くない場所が多いです。日本よりも道路がボコボコしていてかなり歩きづらいです。
ですか？もうピンヒールとか履いちゃってるとすぐにヒールが折れちゃったりするんですよね。なのでこういった感じのフラットサンダルあるいはスニーカーを準備しておくといいんじゃないかなと思います。続いてはこちら、折りたたみ傘です。マレーシアでは夕方になると急に大雨が降ることがあります。でも大体 1,2 時間もすれば止むんですけども、まあ、そういった急な雨に備えてこういった折りたたみ傘があると便利なんじゃないかなと思います。なおかつ先ほども言ったようにマレーシアはかなり日差しが強いので、こちらは日傘兼雨傘なんですけども、まあ、そういった傘が1本あると非常に便利なんじゃないかなと思います。最後に服装関連で必要なものはフォーマルな服装です。マレーシアクアラルンプールではたくさん素敵なルーフトップバーがあります。日本でルーフトップバーってあまりないので、マレーシアに来たらぜひ体験してほしいんですけども、ちなみに私が好きなルーフトップバーはインキューホテルのルーフトップバーと、あとバイアンツリーのルーフトップバー、そして W ホテル、この3つがかなりおすすめです。めちゃめちゃ眺めもいいし雰囲気もいいので、ぜひね皆さんに行ってみてほしいんですけども、そこに行くときにドレスコードがあります。特に男性のドレスコードなんですけども、短パンとサンダルが NG です。なので長ズボンとサンダルではない靴を持っていくようにしてください。最後に持ち物とは別にダウンロードしておくべきアプリについて2つ紹介したいと思います。まず1つ目はクラブアプリですね。まあ、これは知ってる人も多いんじゃないでしょうか。マレーシアでは流しのタクシーよりもこういった配車アプリで移動するのが一般的です。でグラブだと値段交渉する必要もないし、 GPS でどこにいるかっていうのが、まあ、グラブの会社から管理されているのでかなり安心です。私は大学生の時3ヶ月マレーシアに留学していて、でずっとねグラブを使わずに流しのタクシーで生活してたんですけども、そこで一回ねめちゃめちゃ身の危険を感じる怖いエピソードがあったので、なるべく流しのタクシーではなくてグラブアプリを使うようにしてください。グラブは本当に便利でマレーシアでは必要不可欠なアプリなので、事前にダウンロードしておいてください。2つ目のアプリはムービットというナビゲーションアプリです。ムービットでは行きたい場所を入力することで現在地から目的地までの適切なルートを表示してくれます。アプリ上ではバスとか電車とかどれに乗れば適切か最短に移動できるかっていうのを教えてくれるので、まあ、これに従うことでスムーズにマレーシアを観光できるんじゃないかなと思います。はい、今回のビデオではマレーシア旅行に持っていくべきものをシェアしました。いかがだったでしょうか？少しでも参考になれば幸いです。最後までご覧くださりどうもありがとうございます。このチャンネルが面白かったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではでは、すなみでした。